松岡の後ろ3番中村清と熊本勢動いて残り2周回、4番石口を下ろして9番の松岡、3番中村と前に出ますが、8番の覚醒がそれをまた叩いて先頭へ、そして中段どころ4番の石口の外を通って7番武田亮進出、武田河村そして木村関東3人を受けまして、今度は8番覚醒陽介4番手ですが、後方となった4番石口の巻き返しはどうか、インコースからは9番の松岡吉田が中段をめぐる争い、4番石口のロングスパート、6番の松山が追えません、残り1周回、7番の武田をめがけまして4番の石口のかましですが、そこを7番武田が応戦して自らどかしていきました。そして後方8番手の位置から8番の覚醒もまくっている、さらに一歩前で3番の中村清も自力に転じている、地元勢に急接近するが3番の中村が落車して、それに5番の木村隆弘も落車、先頭7番の武田を捉えた、8番の覚醒、覚醒が先頭で2番の近藤保が追い込んで3番手1番河村か、先頭8番覚醒陽介ゴールイン、8番の覚醒陽介